こんにちはまさです今日は水素の時代が来ればプラチナ爆上げっていう話ですここ20年間はハイブリッド車が一番環境に良い,いって言われてたんですけど現在は電気自動車に変わりつつありますもちろん電気自動車は発電所で発電した電気を使ってますから環境に良い,いっていうのは奇弁です しかし多くの国で電気自動車に補助金出したり電気スタンドに補助金出したりしてますから広まることは確かですただし電気自動車には弱点がありまして充電に時間がかかるっていうことです6時間ぐらいかかるわけですしかもバッテリーの性能が良くないですからすぐに劣化しちゃうんです他にも電気自動車は 電気をたくさん使いますから発電所足りるんですかっていう問題もあるんです。今でさえ電気を節約してねってうるさいのに電気自動車が本格的に普及したら電力が足りなくなることは確実なんです。なのに電気自動車を普及させようとしているわけです。完全アホです。ヨーロッパも現在 ロシアから天然ガスが入ってきませんから慌ててます。電気自動車にはこういう問題があり各国は今水素で走る燃料電池車を普及させようとしてるんです。アメリカではバイデン政権下でインフラ抑制法が採択されました。水素の製造に補助金が出るんです。日経新聞に載ってましたけど 水素の拠点整備に70億ドルだいたい1兆円出すそうです燃料電池車は水素を電気に変えて走るんですガソリンみたいに水素を補充して走ります2040年には大型車の50%そして乗用車の10%が燃料電池車になるんじゃないかって言われてます 燃料電池車にはプラチナがたくさん使われますからだから将来プラチナ価格が上がるんじゃないかって言われてるんですそして水素を作る電解装置にもプラチナをたくさん使うんです水を再生エネルギーで電気分解して作るんですけどこの電気分解の装置にプラチナを使うんですここからできた水素はグリーン水素って ってて言われてます大場さんっていうアナリストによると電気分解の装置と燃料電池車だけで2030年に53トンから80トンのプラチナを使う予想があるそうです。金の第一人者池水さんによると燃料電池車によるプラチナ使用量は2030年に40トン。 2040年には208トンらしいですからプラチナの年間生産量を超えてしまいます去年のプラチナの需要は37が自動車の触媒ですこの37%を入れた73%が産業用の需要ですですから将来は増産しても間に合いません全然足りません 生産国は南アフリカで56%と偏りすぎてるんですそうなったらプラチナの代替物質が出てくるでしょうね先ほど紹介した電解装置はプラチナを使わなくても水素を作れますからそうなっていくでしょうねですから予想より将来の需要は下振れするかもしれませんけどそれでも プラチナ価格は上がっていくんじゃないかなって思います。では以上です。ご視聴ありがとうございました。